私は機械工学を専攻し、台湾最大のドイツ機械会社の総経理を務めた。その後、アジアにおけるスイス企業の CEO に就任した。母が年老いてきて、運動のために外出するのを信用できないから、ある日突然、私は気づいた。どうしてもう使わないんだろう。なぜ彼女は使わなくなったのか、理由は痛いからだった。だから、痛みという言葉が私の心の中にある。見た目が美しく、誰からも愛され、場所を取らず、人間工学に基づき、母の健康に良い椅子を開発しなければならない。母が気に入って、痛くなく、健康に良い椅子。リズミカルヘルスチェアは、私の実母や実父、祖父母のような高齢者や、動くのが不便な人、太りすぎの人、スポーツによる怪我が怖い人、そして何よりも運動する時間がない人最適です。このチェアを使えば、体を動かすきっかけを作ることができます。このリズミックヘルスチェアを使うようになってから、母は運動に出かけても転ぶ心配がなくなりましたし、便秘の問題もなくなりました。妻の手足も温かくなり、睡眠の質も向上しました。以前は毎日プールで泳いでいましたが、この椅子を買ってからは1日おきに泳いでいます。実際、週に3、4時間を節約できるので、私のような忙しい人には最適です。